本日もくんごぼんごをお聞きいただきまして誠にありがとうございました。本日は匠に聞けが、ゲストが2名というわけで、前半の匠に聞けのコーナーはですね、寺島接骨院の寺島院長先生にお越しいただきました。とはいえ36歳、まだまだ若い。若いね。若いで、若い上に5、6歳は若く見える、うん、さらに30そこそこ、30前後に見えるっていうね、かなりかっこいいイケメンな先生でございました。寺島先生にお越しいただいて、寺島先生は接骨院を、やっておるわけですけれども、サクブルームってちょうどこの局舎の隣にあります、サクミレニアムパークサクミレニアムパークで行われておりますサクブルームっていうね、かなり大きな、イルミネーション、これ毎年開催されてるわけなんですけども、そこの実行委員をやってらっしゃいます。ずっとその絡んで、やってたんだけど、青年会議所入って役職ついてやるのは初めて。50万球の LED すごい、ね、50万球、ありがとう。50万球の LED すごい規模でございます。ぜひ柵の、駅舎と言って、駅舎ね、局舎って言ってました俺、柵の駅舎、佐久平駅、 JR 新幹線、佐久平駅のお隣にありますので、佐久平お寄りの際はですね、ぜひとも、夜昼見てもね、閑散としてるだけなのでたまに子供が遊んでる、ね、あ、そうね、そうね、昼はね、そうね、ぜひ夜、佐久平の名所をご覧いただけたらなと思う次第でございます。後半のゲストはドッグハウス大臣西軽井沢小島店長でございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっといろいろお話を伺う前に、まずはメール、読み切れなかったメールをご紹介したいと思います。あ、これは読んだ、安倍晋を読んだね、読んだね、はい、どうしようでは、黄昏グーダラボッチさん、いつもありがとうございます。ファックスね、くんごさんこんにちは。はい、こんにちは。今日もよろしくです、よろしくでがんすと。秋といえば芸術の秋、自分美しいもの全般大好きです。特に自然の作り出すミラクルと思える絶景、そして人の作り出すビューティフルなメロディー、どうしてそう感じるのか、それは果たしてどこから来るものか。はて、金婚観婚、間違えた、新聞観婚そして美の頂点、一体いかなる時にでも君臨し続けるのは、まあこの、ちょっとね、そうだね、エッチな感じのことを言おう、言おうとしてやる、ね、哺乳類は霊長目のホモサピエンス、私としては異性であるところの、なんとも人恋しい読めないそんな気もする芸術の秋、以上、今日もご苦労様です。皆さん、皆様ごきげんよう。寂しいって話でした。グダボッチさん、ね、ありがとうございます。そして、今日いる、そこら辺にいる、行っちゃった、いつもこの番組に読めねえよって言われてるメールを送ってるハチニカローラさんが、スタジオを遊びに来てくれました。ありがとうね、ハチニカローラ。ポンコツだ、読め、今日全部読めるからって読めねえじゃんいきなり読めねえ、いきなり読め、なんだよ読めねえ、読め、じゃあ読まないこんな、せっかく書いたのにさ、読みにくいのやめろっつ、多分間違えたんだよ、間違えたの、いつも5を間違えたんだようるさい、大型トラックのカラージュでクゴボンゴ拝聴し、我が輩のお気に入りのパーソンだからさ、また他局の同じ時間のいい、やめろっつで、桜原駅前14時現在は、11度分かってるよ、今日のサブテーマ、今日のメッセージテーマ、秋といえばサンマ塩焼き、サンマで話膨らませようか、美味しいよね今年ね、サンマね、そうだ ね、芋煮会の芋煮汁、あ、秋の福島競馬、うん、うん、
初任さんいいいいよそこにいるから、ねうん、話もしたしな、ね、ありがとうございましたというわけで以上が本日読み切れなかったメッセージでございます。ありがとうございました。あごめんね目の前に、はい、いいよいいよいいよ俺ね読みたいから読みたいの、うん、なわけで本日ゲスト小島店長はですね、はい華麗なる生楽器を使った出落ちと、はい、ね楽器への冒涜だ冒涜だね違う、うん、本当はね、うんギタリスト一緒にやってくれるの探してたの。おうおうおう誰もやってくんないねいやだってさ小島さんダマジカ弾けんだもんそうだね、うん、いやいやでも違う違うずっと弾いてなかったんだよ。おう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 誰もやってくんないからまた練習したの。そうだったの。そう娘がほらギター始めたいっつって、うんうんねうんうん、ああじゃあ俺もちょっと弾いてみようかってまた弾き始めて、うん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 、誰も俺の美裏で弾いてくんないから、うん、いやもうしょうがないじゃん。びっくりしてパッて見たらサムピックなんだもんだって親指ピックでさ、うん、うわフォークちゃんとやってるわ。あそうなの。うん、そうそう美しゅうございます。ありがとうございます。冒涜だよね。冒涜だと思う。かぐや姫さんから苦情が来ないように。かぐや姫本当だよね。かぐや姫がドラえもんってすごくない、ね、あなんかね、うん、昔のは指が覚えてんだよやっぱり。あいやいやいや弾いてるとあ、うん、ネタができてくるね。なるほどね。あの今後ともありがとうございます、ね、あのいいんですネタを披露しに来ていただいて、ついでにあの副業であるドッグハウスダディの話ですね、はい、もうね、スタッフ小板橋ゆきにほぼ丸投げなるほどもうそうやって人材を育てていく。ああいいことだと思います。そうそうそうあのスタッフのゆきちゃんがこんだけ素晴らしい資料をまとめてきてくださいましてですね それに赤ペンがあかなり小島さんの入ってて、うん、ああ向こうだ、うん、ねまあ、ちょっとだけ真面目な話をするとペットブームが起きて赤ちゃんかわいいみたいな志村動物園的なね、うん、ところから始まって、人生のパートナーとなりやがてはあ飼い主が先に亡くなるかペットが先に亡くなるかみたいな形にはなるわけですよ。亡くなった後じゃあそのペットの骨はどうするのっていうので散骨事業、うん、ね、うんちょっと本番ではきついかなと思って言えなかったんだけど、うん、やっぱりね悪徳業者みたいなのが出てきてるんだよね、うん、でちょっとワイドショーなんかにもなったけど、うん、大阪の方のそのペット霊園が周辺住民から反対というか了解を得ないまま始めて結局やめなさいって話になって、うん、埋葬した骨壺ごとの骨をガーッと骨壺ごとバーッと積み上げて逃げちゃったとかね。ああそうちょっとワイドショーでちょっと前に 1,2 年前かな、うん、あとはほらその、ちゃんとお骨にして供養しますよって言いながら、うん、焼きもせずあの山あいの谷にただ捨ててっちゃうとかね。それはひどいね、うん、だからその、誰を信用していいのかっていうのは、うんうん、こっちもほら埋葬してもらったりする側だからね、うん、お金でこうお任せする側だから、うんうん任せられないならなんとか自分でそうだねって思ってたのよ、うんうんうん、そうそうそうだからまあこんな形これがベストとは言わないけど、うんうん、まあ今のところ自分ができる最良の形かなとは思ってます、うんうんうん、なるほどね。その散骨の事業が始まるのはもう雪解けとともに、うん、雪解けとともにぐらいもうかなり準備は進んでて、うんうんうんでね、本当は、行政の方からちょっと補助金申請を出しといたら、うん、まあまあ受かってしまって、ああよかった、うん、まあまあだから、うんお墨付きみたいな感じにもなったし、うんうんうん、まあそれでやってみようかなと、うんうん、まあまた少しずつ形はね変わっていくかもしれないです。いつもほら、うん、始めてみるけどちょっとずつその試行錯誤しながら、うんうんだから今の老犬ホームもそうやって形が変わってこうなったんで、うんうんうん、これもだからまたそのうちこう、まあ、うまく進化していけばいいなとは。そうよね、うん、だからもともとそのキャリアとしてはドッグトレーナーから入ってそうそうそうでペットホテルになってそれが老犬ホームになってっていうところで出張サービスでやってて、うんうんうん、うちの犬介護してっていう話が来たから、うんうん、まあそうペット老犬も預かるペットホテル、うんうん、ずっと死ぬまで預かる老犬ホームっていうようになってきたんで、うんうんうんまたこれがどういう風になっていくかそうね、うんうん、ちょっと楽しみでもあるんですよ。そうだよね、うん、自分でもね、うん、そうねもう俺はここしかやらないよっていうんじゃなくて先々見据えてこう
だって年自分もそうだけど、うん、ペットも年取ってって、うん、ね寿命も短いからね。そう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 。うん、残り老い先でも真面目にねもう50代なんですけど、うん、もうかれこれ自分のそういう始末も考えていかなきゃいけないなって、うん、もう思ってんですよ。うん、1年2年じゃそういうのもうまくできないだろうし、10年後、ね、20年後を見据えてやっていこうかなとは思ってます、うんうんうん、はい、というね真面目な話をする小島店長。まさか北島三郎サブちゃんがなんつって、うん、ねハイジがどうのとかやめなさい、ヨロレイヒーとか言ってヨロレイヒーだ。そんなね、ギャップも楽しみながら聞いていただけたら、幸いでございます。今後今後またそうね近いうちねお忙しい時間帯ではあると思うんですけれど、うん、まあ時期的にはね来週あ来週いいよ、いいよ、いやいやいや俺はいいけどこの番組のディレクターさんにですね、ちゃんと話をこうまあいいや中村さん忙しいからそうなんだよね。そこら辺がねまあいろいろあるわけでございますけれど、うん、また、今週はドラマになりたけこれを聞けのコーナーはなかったんですけれども、来週はやろうかな、どうしようかな、まあ今日用に作ってたネタもあったのでそれをやってもいいかな、どうしようかなみたいな悩み中なんですが、そもそも選曲昼向きじゃないから昼向きにした方がいいのかなとかね、いろいろ、悩み始めている今日この頃でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。くんごぼんご、また来週ありがとうございました。